さあ、ここから先が新しいフィールドだ。 SAO で新しい層に足を踏み入れた時も一歩ずつ確実に進んでいるって実感できたよね。さてと、 SAO だと第二層は森と草原のエリアだったけど、森や草原とは程遠いわよね。前の場所が馴染み深いところだっただけに意表をつかれたな。とはいえ、未知のフィールドは大歓迎だ。どんなゲームでも新フィールドってのはテンションが上がっちまう。ちなみに SAO の第2層はどんなところだったんですか？緑が多いエリアで牛のモンスターがやたらと多かったよな。町で売られている食い物とかも乳製品とかが多かったよ。へえ。けどどうやらここは全くの別フィールドみたいだからな。俺たちもリーファッチと同じく一から攻略し直しだ。植物が鬱蒼としていて周りを見渡すことができないね。深い森がコンセプトになっているっぽいな。それだけじゃないみたいだよ。ほら、ぬん？あれって沼？あ、見て見て、向こうにも沼があるよ。森と沼地が広がるフィールドか。沼地か。足を踏み入れたら体力が減るっていうのがお約束よね。それは毒の沼地ですね。他にもぐちょぐちょした生き物が生息していたり。確かにな。俺は沼といえば底なし沼をイメージするよ。底なし沼、それもかなり嫌だよね。普通のモニターに映し出すゲームならともかく、 VR での底なし沼は実際に体験しているような感覚になるでしょうからね。沼には気をつけて進まねえとな。とは言ったものの、周りは木に囲まれてっから、どっちに向かえばいいんだか。周りの木が邪魔でよく見えねえぞ。我慢して進むしかないよ。で、ユキ、リーファ！上ばっか見てたら沼に踏み込んじゃった。落ち着けリーファ、暴れるともっと沈みやすくなるぞ。でもこのままじゃ沼に飲み込まれちゃう。何かロープみたいなアイテムってない？ロープ？そうだ、前にクエストで手に入れたふんどしならある。それは絶対嫌だ。大丈夫だ、使ったことはないからよ。それでも躊躇しちゃうよ。そんなこと言っている間にどんどん体が沈んでいくぞ。ふんどしを掴むしかないよ。あれ？どうした、ユキ？この沼、普通に足がつくんだけど。え？底なし沼じゃないの？なんだ。もう、あんたが底なし沼の話をするからそうなのかと思っちゃったじゃない。はい。でも、二人が無事で本当に良かったよ。丸く収めようとしてるのがものすごく伝わってくるわね。ちょっと、まだ私たち沼から抜け出せていないんですけど。勝手に話を終わらせないで早く手を貸してよ。Thank you.
スイッチ行くぞ。スイッチチャンスだよ。で、ラストで。やった。やった。行くよ。ナイス！
一緒に気をつけて。
緒に行くよ。今だよ。最高だ。うん、スイッチ行くぞ。スイッチ、スイッチ。ソードスキルよろしく。やるな。行くぞ。